収録終わりました。本日のゲストトムハックさんです。これは何なの、ちょっとこうお気軽な感じなんですか。そうですそうです、アフタートークの YouTube 動画ってことで、こうあの、うん、ラジオだとやっぱりこう、うんうん、そうだよね、見えないじゃないですか。だから実際こうね、こう見ていただきたい、こんな感じでやってましたけども、乾杯もう一回させていただきます。あ、どうぞどうぞ。はい、はい、乾杯。すっきりすっきりってね、言葉がマジで一番なってるんですよ ね、飲みやすいですよね。飲みやすいね、はい、あれ今年は初めてですか。5ヶ月経ってますけど今年は初ですね、多分かな、うん、俺ね、もう昨日の記憶も全部消えるでも、でもまあ連絡は取ってますからね。連絡ちょこちょこ取ってるから、うん、なんか、うんうん、5ヶ月空いてもあんまりこう久しぶりな感じはないです。そうだね、ありがとうございます。初めてね、トモさんから真面目な話を聞けて、ね、僕ちょっと感じでも、どうなのこれ、俺の真面目度で言ったらそんなまだ真面目じゃないよ。確かに、俺本気出したらもっと真面目よ。いやいや、わかんない、そこわかんない、そこわかんないですね。俺もこんなもんじゃない、俺は。確かに、それもう本当一切ふざけないトモさんはまあ見たことないですけど、うんうんうん、でも真面目に話してるのもなかなか見ないです。そうでしょう、はい、なんか、うん、その音楽の話でも面白かったですね。僕だからそのさっき話してて、一個絶対これ聞きたいなと思ったのが、何何聞いて何でもいいよ。これちょっとここで絶対聞こうと思ってたのが、いいよ。その売れる曲の話その知ってたじゃないですか。売れる曲ね。はい、うん、僕いい曲作る自信はめっちゃあるんですよ。いや、めっちゃいいよね。それが売れるかどうかが分かんないんですよ。全部売れる、絶対超売れると思って作ってるんですけど、現実はそうじゃないじゃないですか。なるほどね。それって。うん、なんか分かるんですか。そのまあ、トムさんにも、うん、もう超特大ホームラン、ホームラン、うん、ヒットっていう、ね、とかあるじゃないですか。あるあるある。そこの差って、うん、その作ってる時から分かるのか、作った後にこう分析とかされ、うん、毎回されてるのか。全部が全部やっぱり全て分析できてるかっていうとまた違うと思うんだけど、うん、でも大げさじゃなく多分7割8割くらいはほとんどあるかな。やっぱりあの逆もあるよね。思いがけずにすごいヒットするっていうのもあるし、で思ってたよりも、あ、思ってたよりもいかないなっていうのはあんまないかな。あ、やっぱその最初からあ、これ普通くらいかなとかって、うんうんうん、案件によってはね、まあ、もちろんね、うんうん、全曲我が子だと思えば全部、熱量は完全に全部 100% 以上注いではいるんだけども、はい、やっぱりその骨、あのなんつうの、プロジェクトの骨組みみたいなやつがどんどん見えてくると、うん、あ、これもしかすると例えばだけど、ほらアニメーションとかもさ、時期遅れたりとかもするじゃん。そうですね。そういうのとかもプロモーションとかも含めて、あの風が、風向きが変わってきたなみたいな、うんうんうん、そういうのも敏感に察知しながらは感じてるかもしれないね。そうですね。アニメだとその絵をね、いっぱい作らなきゃいけないから、ね、曲を作ってから、うんうん、実際そのアニメが世間に出るまで結構な時間があるとかってことですよね、うんうん、そうだね。でここで今これだと思って作ってるけど、うん、ちょっとこう、うん、流れたりとかいろんなことがあってタイミングがずれたりとかすると、うん、あれちょっとなってことですかね。そうだね。でもあとなんかその今これを逆に言われて、自分でも今こう話しながら過去の自分をこう分析してたけど、はい、やっぱそもそもアニソンの業界とか、うん、そういうところで限定して活躍しようとかって最初のうちは思ってなかったんだけど、はいはい、やっぱりね、20代後半くらいからこれ限定した方がいいなって思ったの。でこれなんでかっていうと、やっぱそこでやるからこそヒットが出せるなって思ったの。うんうん、それは別にあのどこでもヒットは生まれるけども、はい、自分が得意なジャンルとか、あと人間的に立ち振る舞える距離、はい、縁みたいな、はいはい、自分がこのくらい活躍できたりとか、人に顔を聞いたりとか、そういうものがすごいこうスパン、いい短いスパンでできるのって、アニソン業界がもしかすると自分早くいけるかもなって。あ、トモさんはそこが一番いいって思ったんだろうね。あとまあアニメも好きだったし、はいはい、うんうんうん、だからそういうのを多分あの、なんていうのかな、天然でやったんだと思うんだけど、今思うと、あ、確か選んだなっていう感じはある、ね。だからそのヒットって多分、なんていうのか、例えばだけど、絶対この場所で、この場所でっていうのは、例えば J-POP で、こういうアーティストで、これでヒット曲を出してくださいって言われたらするじゃん。うん、これはもうがんじがらめだから、うん、ヒットを出せないことの方が多いと思う。うんうん、だからその最初からの土台を自分で選べるのであれば、ヒットを狙っていくっていうのは、さほどそんなに難しくないかもしれない。うんうんうん、だから骨組みから自分がこう、自分が入って、うんうん、でその舵取りをして、そういうことができるとヒットっていうのはちょっと身近にどんどんなっていく感じはする、うん、深い、大丈夫、深いですね
うわ、なんか今ちょっとこれに収まんないな。俺めっちゃ聞きたいことあるっすね、これ。だってこれだって5分くらいないでしょ。そうなんですよ、めっちゃ聞きたいことある。もうそのだってもう4分くらい、これ。そう、選ぶ話とかもう超あるんですよ、うん、これはね、もうまたね。じゃあ、自分が、テリー君が5回来る時の5回、はい、俺も5回その都度じゃあ話。うわー、これはちょっとね、終わらないですけど、ここで終わらせますね。しょうがない。いや、でもこの番組面白いんで、いろんな人が来るから。そうです ね、ぜひみんなにもね、はい、引き続き見ていただきたいですけど。本当にありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。はい、本日のゲストはトモハクさんでした。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。